2005年東京都議会議員選挙は2005年7月3日に投開票が行われた東京都議会の議員を選出するための選挙である。東京都議会議員選挙は1965年の東京都議会自主解散で時期がずれたため、統一地方選挙で行われない3つの都道府県議会選挙の一つである。自民党と民主党による二大政党化が進む中、 無所属候補が半減し、政党間の対決構図が鮮明となる選挙であった。特に2003年の衆院選と2004年の参院選で躍進した民主党は候補者を前回より大幅に増やして選挙に挑んだ。選挙の結果、自民党は第一党を維持したものの、現有議席を守れずやや後退した。民主党は現有19議席から議席を大幅に増やし、 都議会で初めて第二党となった。公明党は候補者23名全員が当選したものの、第三党に交代。共産党は2議席減、生活者ネットも3議席減など、に大政党化の流れが定着しつつあることが示される結果となった。自民党民主党公明党共産党生活者ネット、無所属朝日新聞2005年6月24日付有観一面。 都議選の立候補数よりハット AB 東京都選挙管理委員会平成17年7月3日東京都議会議員選挙投票結果20時現在確定より2010年1月6日閲覧朝日新聞2005年7月4日付一面党派別当選者主要政党はどれだけ票を集めたありがとうございます